はい、皆さんこんにちは。レーシングドライバーの砂子塾長でございます。そしてはい、砂子塾事務局長のこちらでございます。お世話になります。はい、よろしくお願いします。します。今日はですね、ここ東京バーチャルサーキットで何をするかというふうに申しますとですね、 BMW ティームスタディボブ鈴木会長からですね、案件を委ねられまして、はあ、一人の女子、女子、女子をですね、サーキットデビューさせよう。え、誰ですか、誰ですか、誰ですか。こちらにどうぞ入ってください。はい、こちらの方でございます。皆さん愛されておりますスタディから、はい、大塚リコことカリコです。はい、カリコです。ということで、カリコはさまざまなレースの現場を、まあ、特に BMW チームスタディとしてはマネージャーとして、ね、戦ってまいりました。はい、そしてなんだかなんかグランツーリスモとかなんかちょろちょろやってるよね。なんかそうですね、ちょろちょろ、うん、ちょろ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 ね。で、ボブ会長から、うん、カリコちょっとサーキットちゃんと走れるようにしようよというふうにまず今日ね、この後東京バーチャルサーキットでレーシングシミュレーターでトレーニングを開始します。マジで。そして砂子塾にも来ていただきます。マジで。トレーニングしていきます。そして最終目標はスーパー耐久24時間です。え、本当に。いや、それはね、それはさすがにちょっとあまりにもリスキーで、これもかかりすぎちゃうね。そうですね、さすがに私もそんなの、はい、なので、はい、目標としては今年2022年からスタートします、はい、BMW& ミニレーシング、あの M2CS レーシングのワンメイクシリーズが始まります今年。それの来年のレース2023年、約ちょうど丸々1年後のデビューを目指して長期企画です。その一歩目が今、もちろん、もちろんライセンスも必要だし、そのいわゆるレースに出てちゃんと走れるレベルにならなかったら出させませんから、きっちりサーキットも走れるようにします。そしてタイムを上げてきます。目標タイム、レースに出てもいいよっていうのになった時に初めてレースです。追いついてだいぶマジで。ということで、はい、末永くまた、この件に暗記に関してスポンサーも随時募集しております。ぜひ募集しております。ヘルメットとかスーツとか募集してますよね。そうです、そういうのも必要になります。はい、シューズとか必要になるよ。何も持ってないよ、はい、靴も、はい、そう、全部必要になります。一旦切りましょうか。はい、川口学ぶ、学ぶくんが出る。え、それ何、ワンドライバー。うん、ワンドライバー、20分のレース。体力的には楽勝よ。いや、楽勝じゃないよ。筋トレします。ちょっと本当にね、もうゼロからのゼロ、ゼロスタート。もういや、でも、うん、いいきっかけというか、うん、日頃その乗れるよ、車の楽しさをこう感じるっていうのも、うん、あのしてみたいなと思ったので、はい、最終的にはここで BMWM2CS レーシングのシミュレーターでトレーニングしていくんだけど、それはまだ今早すぎるので、はい、スピードが、はい、今日は一番このなるべくこのシミュレーターで持っている車の中で割と遅めの車の MX5 のカップカーっていうのがあるので、はい、これで、パドル、パドルシフト、マニュアルじゃなくて普通にこれでですよね。そうそうそう、の2ペダル、はい、これで一番最初のトレーニングを開始します。はい、で、モテギはモテギレイアウトって頭に入ってる。ない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 。こっちモテギを走ってる。あ、モテギ、うん、それ2ラップ見せる。あ、そういうこと。上げるんだ。ヘアピン。あ、これヘアピン。これ最終コーナー、これが数字1個目、2個目、3か、3で一番強く踏む、はい、ドンってドンってでゆっくり離して、はい、で最後にステアをする、はい、すごい単純なように聞こえるけど、これが皆さんできない、はい、ハンドルもまっすぐにしてブレーキを、はい、でリリースしながらステアでね、はい、コース見ながら行きましょう。はい、はい、そうね、コースでいっぱいいっぱいかもしれない、うんうんうん、一足入れてコースにしよう。行きます。で、アウトインアウト分かるよね。はい、はい、アウトインアウトね。いいよ、最初止まりすぎちゃったでいいよ。はい、はい、で、クリップまでにステアを切り終える。クリッピングポイントは分かる。クリッピング、はい、はい、クリップまでにステアを切り終えてほしい。ブレーキってさ、当たり前だけどずっと踏んでたら止まっちゃうよね。はい、
はい、次は V 字コーナー、アウトインアウトね、はい、はい、ここが軽いブレーキ、いい時代なんですよ、これでね、運転してる時に横にこうやっていて、ああだこうだ言ってもらえるって僕らのことないですからね。はい、止めすぎないようにちょうどいいところで、ちょうどいいところリリース、もうちょっと奥使おう、奥をね、奥を使おう、あ、ワンちゃんだ、ブレーキ遅すぎ、今カリコがどういうブレーキを踏んでいるか、これがスピードグラフ、これがスロットルアクセル、これがブレーキの動力、一番重要なのがこれの波形、これ黄色がどれ、白がカリコ、白がカリコ、色が全部俺、うん、でこれは手前で止まりすぎてるってことね、もっと奥まで行けるってこと、そういうこと、そういうことね、その代わり初期動力をもうちょっと出さなきゃ、1、2コーナー、1、2コーナー、うん、で肝心なところ、この瞬間、一番曲がりたいの瞬間、オーバースピード。でも最初にしては全然いいと思います。ものすごい勢い、最初にしては。戻しながら踏む。そう。曲がれてないけど、無意識で曲がってないから切っちゃう。出口で切ってるから遅い。立ち上がれない。アクセル踏めないから、ストレート遅い。遅い。よければスタートして。行きます。うん、いい、アクセル入れないよ、曲がってから、曲がってからアクセル、リリース、ステア切り終える、止まりすぎたね、止まりすぎた、はい、それを記憶して、はい、自分の動作を覚える、ゆっくり戻してステアリング切る、これも遅すぎ、落としすぎ、落としすぎ、あれ、ゆっくり離して曲がって立ち上がる、これはちょっとだけ踏んでもう戻す、一番いい、上、あっ OK、 グー、一番まとまった気がする、うん、でもね、意識はだいぶいいです、はい、でこれはおそらく踏めるのに踏んでない、何、アクセル、アクセル本来踏めるのに踏んでない、で、ちょっと打角が切ってないね、やっぱクリップまで切り終えてほしいんだ、一発目、でもすごい波がやっぱりだいぶ、一発目としては全然悪くない、うん、いいでしょう、一発目としては十分、ボラボラって書いてあること、これを読んで、はい、もらいました、で次の曲もまた持ってきて、はい、はい、もうね、2万人見てるんですよ、このアマチュアの方のドライビングっていう、まあほとんどの人がこのブレーキ波形トレーニングという呼んでるんですけど、こういった基礎的なところからみんな入っていくんですが、一発目でこの状態はかなりいいです、いやいやいや、お世辞抜きでだいぶいいです、はい、記念すべき、カリコ M2CS レーシングへの道、まあ、タイトル今決まっちゃいましたね、なんかね、決まっちゃったけど、はい、全然今入ってこないですまずは基礎的なブレーキ、いわゆるストップアンドゴーなんですけど、初期動力を上げてってリリースしながらステア、そして最大打角の位置をクリップの手前で曲げ終える、ハンドルを戻すという一連の動作、これから全て始まるんですね。で、この基礎的なトレーニングをこれから多分おそらく2ヶ月ぐらいの間にかなり成長すると思います。この2ヶ月でこの基礎をきっちり、入れ込んでいったら、今度はいろんなサーキットを、このシミュレーター上で走るようにして、今度は脳みそのトレーニングをしていきます。あと言ったことを割と早めに理解する能力を持っている、意外と素直。素直。いや、意外とじゃないです。素直。だいぶ素直です。素直。だから割とこれ重要なことなんですけど、うん、素直に聞く。素直にスッと飲み込むっていうのがすごく大事なことなので、これは期待できるかなといったところでございます、はい、はい。でもなんか思ったんです、やりたいんじゃないかなって思う人も、うんうん、はい、絶対出てくる気がする、もちろんサーキットデビューしたいので、はいはい、でここに来ましたっていう人も実はすごいいます、なのでそのいいお手本となるように開講がこれから、はい、そうです ね、はい、無事に初日を終えました、はい、またこの続きはこの後、はい。
はい、延々と続きます。楽しみに、はい、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。イエーイ。いや、1日目終わりました。もうね、肩もね、腕もね、全身筋肉痛になりそうなぐらいで、もう緊張した。なんかもう楽しそうにやってくれましたけど、あのやってる本人は本当にこんな軽いノリで始めていいのかって実際思って、いやー心配、なんかいけるいけるって言ってくれるんですけど、まあ、こうちょっと私は本当に心配です。まあ、でも次回までにちゃんと言われたように、あのオンボードを見てしっかり、あのイメージトレーニングは欠かさず毎日やりたいなと思います。今日は皆さんありがとうございました。